あなたはだんだん眠くなる。あなたはだんだん眠くなる。どう？眠たくなってきた？これ6時間もやってるもんね。疲れた。ね、なんでいい加減やめろって言ってくれないの？女はちゃんと怒られたいんだよ。そんなさ、女心もわからないで。よく大学卒業できたね。コント、理不尽なだけなら私もお気に入りのセリフが光る女。ねえ、あなたってさ、いつもそうだよね。優しいっていうか、さっきも私ここでさ、ご飯食べてて、あなたロコモコ丼頼んだでしょ。そのロコモコ丼のハンバーグと目玉焼きの部分全部私が食べちゃったのに、あなたご飯だけあればそれでいいって全然怒ってくれなかったよね。その時のあなたの真似やるね。僕ご飯大好き。僕ご飯大好き。僕ご飯大好き。僕ご飯が大好き。僕ご飯がた。ねえ、なんで止めてくれないの？女は怒られたいんだよ。なんで怒んの？私が悪いみたいじゃん。なんか全然楽しくないね。なんでそうだねって言うの？もうさ、あなた私が言ってほしいこと全然言ってくれなくて、言われたくないことばっか言ってくる。全部間違ってるね。そんなんでよく大学卒業できたね。好きって言って。私も好き。じゃあマジックやるね。じゃあまずあなたの頭の中に大切なものを3つ思い浮かべてください。思い浮かべた？その中で一番大切なものを教えてください。腕時計。なんで私じゃないの？一番大事なもの聞いたんだよ。なんで私じゃないの？もうやんない。もう私マジックやんないから。もう私マジマジックやんない。マジマジック。なんで笑わないの？ダジャレだよ。そんなこともわかんないで、よく大学卒業できたね。もうさ、もう私疲れちゃったよ。そんなさ、あなたじゃあ好きって好きって言って。もう好き好きしつこいよ。じゃあ手品やるね。え？手品とマジックって一緒じゃん。いいえ、トリックのない不思議な現象がマジックで、種や仕掛けがあるのが手品だから。そんなこともわかんないで、よく大学卒業できたね。え？私と別れたい？いや、なんで？なんでそんなこと言うの？そんなさ、急に変なこと言い出して。よく大学卒業できたね。